こんにちは。ブロガー、そしてフォークシンガーの原真一です。10月16日日曜日のライブ告知をさせていただきます。毎週日曜日の23時から23時半までの30分間、フォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります。今週も引き続き、ロシア・ウクライナ情勢をお届けします。さて、ウクライナにとり、ドンバスでは本丸スラビャンスクの前線基地である交通の要衝バフムート。そのダッシュが攻撃面においてはロシア軍の最重要課題となっています。そしてバフムートを攻める形を作るためには同市の南に位置するザイツェボを支配することが必要であるとたびたびお伝えしてきました。大きなニュースとなります。ワグネル部隊がザイツェボをついに解放したと発表されました。ここを足がかりにいよいよバフムート攻めが始まります。その最前線から戦闘そのものの記事ではないのですが、ワグネルに従軍したイアレム記者より、激しい戦闘が一段落して束の間ほっとしている兵士たちの様子が伝えられてきましたのでご紹介します。ザイツェボまで車で行くと、兵士たちが村の攻撃と浄化がどのように進行したかを見せてくれました。通りを歩いていると、灰色の猫がニャーと走ってきて、すぐにみんなの注目の的になりました。兵士たちは腰を下ろし、猫を撫で始めました。写真を撮った後、すでに暗くなっていたので、私たちは引き返すことにしました。歩いて戻ると、同じ場所で灰色の猫は、私たちを待っていました。兵士たちが猫に行こうと言うと、猫は早足でついてきました。回り込むとすぐに猫はすでに私の腕の中にいました。その猫はサイモンと名付けられました。おそらく我々が永久的な家ではないにせよ、愛情深い飼い主であることに気づいたのでしょう。以上です。その様子が動画でアップされていますので、最後にそれをご覧ください。それでは16日日曜日の23時から23時半ライブでお会いしましょう。 See you。 Как это заберешь? Я сам заберу, зацепил. Хороших людей чуть-чуть говорят.